姶良市東持田で6月堂が行われました。地域の大人や子どもおよそ150人が参加しました。会場には子どもたちが絵を描いた灯籠が飾られたほか、かき氷やヨーヨー釣りに輪投げといったおなじみの出店が並びました。また竹を使った全長およそ5メートルのそうめん流しも登場。子どもたちは目を輝かせながら食べていました。中でも特に盛り上がったのがスイカ割り。子どもたちが変わる変わる目隠しをして挑戦しますが、スイカはなかなか割れません。周囲の掛け声を頼りにスイカがやっと割れると、会場はひときわ大きな歓声に包まれていました。撮影は姶良市のふるさと特派員中満清美さんでした。